続いてお送りいたしますのは、現在放送中の NHK 大河ドラマどうする家康のテーマ曲、暁の空です。独特の世界観で描かれているこの話題の、大河ドラマですので、ご覧になっていらっしゃる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。日本の歴史に欠かすことのできない徳川家康ですが、天下統一までの道のりは決して平坦ではなく、幾度も苦渋の決断を下してきたことがわかります。家康の新しい時代を夜明け、暁に例えたこの曲、江戸の人々の期待に胸を躍らせる様子さえ伝わってきます。それでは本日の指揮者をご紹介いたします。陸上自衛隊中央音楽隊副隊長、柴田雅典二等陸佐です。ありがとうございました。さて、家康が築き上げた江戸幕府、その時代には今なお世界に誇る日本独自の文化が数多く生まれ発展しました。その素晴らしい伝統文化を受け継ぐことは、今を生きる私たちの使命とも言えるでしょう。